Welcome to Think Hawaii, Konnichiwa Hawaii, Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari, Ho yuka I'm yuka your host, I'm sorry, <laughs> Yukari say? I'm a little nervous today because I'll tell you a little bit later, but joining me today in the studio is Scott Perry or Scott Sensei, famous American English pronunciation coach, that's why, for Japanese natives. Minasan, konnichiwa. モノルルのダウンタウンから Think Tech ハワイが日本語でお届けしていますこんにちはハワイホストの国瀬ゆかりです今日の放送は日本人の英語の発音矯正では世界的に有名なコット先生ことスコット・ペリーさんにお話を伺いますしたがって私は英語を話すときに大変緊張しております えー、スコット先生お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、はめましてなんですけれど、今日スタジオにでいただいてます。はい、えー、実はスコット先生あの日本語をお話になる日本人でない方っていうのは初めてのゲストなんですね。はいすうん、はい、大変あの期待しております。よろしく。うん、<laughs> はい、えー。早速なんですけれど、はい、えっとこの日本人の。 ための発音矯正っていうことはですねどういうきっかけで始められたんでしょうそうですね大学の時ですね UCLA の大学に行って UCLA ゃてロサンゼルスカリフォルニアの大学はいその時バブル時代でした始まったばっかりで皆さんが日本のことばっかりカくしたんでんか経済あの language 文化全部私もそうですその時家庭教師みたいに Japanese i n ニーズ・インターナショナル・ステ d ー n t s 国際留学生ですね留学生を手伝ったので何かレクシャーとかペーパーとかはい論文書いたり講義聞いたりはいそれで始まりましたですねなるほどその時はじゃあ普通に英語を家庭教師でしてあげるっていう感じだったんですね 日本にいらっしゃったんですか。それからあの日本語も勉強が始まりました。コート先生が勉強を日本語したと。そうです。はい。はい、それで2年間ぐらい勉強したんで、それから、はい、あの日本に行くチャンスがありました。はい。ええー、なんていうジャットプログラムも。はいはい。日本の政府がしている英語の先生のプログラムですね。はい、ジャットプログラム。はい。はい、それ日本に行って、はい、で。 それで始まりました本当に。日本はどちらにいらっしゃったんですか。熊谷市。熊谷市埼玉県のほう。埼玉県ですね。うんうん、でそこで英語を教えた。そう中学生に教えたんで。中学生に教えた。なん六校県のあの中学に参って一週間一県一週間ずつね。はい、ああそう一校二校ってこう回って歩いた先生だったんですね。うん。 で英語をね教えてらっしゃる方っていうのは日本でいっぱいいらっしゃいますよねイギリス人の方もアメリカ人だけじゃなくても、うんえー、ニュージーランドとかオーストラリアからいらっしゃる方もいるしでそのいろんな英語を教えてらっしゃる方の中でコト先生はそれはどうしてそのグラマーとかじゃなくて発音っていうのはどこから来たんですか で、詳しくですね。はい、ありがとうございます。あの、やっぱり。偶然ですよ。偶然。はい。ある日、あの、あの、見知り中学っていうの、中学がある、あるんですよ。はい、これ、熊谷の。中学校ですか。はい。先生と生徒が、スコットさん、あの、この方がスピーチコンテストがあります。はい、はい。え、手伝ってくれますか。いいんじゃないですか。はい、はい。で。でも、毎日二時間放課後に。え?。聞いて。はい。ああ。 な1か月ぐらいあそれはちょっとかなり時間を取られますよねはいで生徒人が行ったんで生徒が「お願いしますお願いします」って「はいやります」でもやるなら負けないです」でもほんにその時発音のやり方が分からなかったんだけど教え方っていうか教え方もう23歳4歳ででも あの UCLA の大学 UCLA であの directing course をなんか2年間やりました。ディレクティングっていうのはその演技です。映画のディレクティングですね。演技演技そう。ブロッキングとか声を出すとか動きとかそれやりましたんで、それをミックスしてやったんで。じゃこう演技もちょっと入るみたいな感じですかね。必要です。Speaking is acting。なるほど。実ははい。で。 あの生徒が毎日ちゃんと勉強して頑張ったんで2人とも。でもうスピーチコンテストに出た時に学校ローカルなんですけど勝ちました1・2すごいですねやっぱり先生のおかげでそれはまあ賞を取ってしまったそれから6県の学校にも勝ちました。それから埼玉 あの熊谷市の全市の勝ちました。1年でどん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 あのなんか進出して、全日本まで行きました。でも全日本のコンテストには負けました。でもなぜかっていうのはあのなんていうアメリカに育ってること方もいたんで、海外市場みたいな。そうそうそう。もう。 10年住んで帰ってこうもうえネイティブと同じですなるほど、ね、その人たちが大体勝ちます、ね、一番ああ<の>なるほどでもそれでもそこまで上がっていっう。どど日本人しかいはいなんか住んでない方だったら多分123、はい、かもなるほどなるほどで皆さんあの多分あのこれを聞いていらっしゃる方ハワイに興味ある方は皆さん英語を勉強したい英語の発音がよくなりたい よく日本語で言うのはペラペラ喋れるようになりたいって言うんですけれど、うんうん、あの先生が教えていらっしゃるあの学校大学ですかね、あのうん、うん、では、えー、そのただ喋るだけではなくて、うん、聞くことがすごく大事だっていうのを強調していらっしゃるんですよね。はい。それはどっから来たんですかそういう考え方？ななな聞くことだから話すことだけではなくて聞くっていうことがやっぱり話すことの基本。 まあ、繋がってますね。うん、あの。レスリングは、あの、聞くことは自然の、なんか。ネクストギャップですね。はい、はい。上手に聞かないなら、はい、上手に話せない。逆にもそう。うあの、耳が不自由の人も、はい、ええー、喋りにくいですよね。そうですね。つな、ね、がってます、はい。なるほどね。だから、ただ話せるということだけではなくて。 ね、やっぱりちゃんと聞けるということが大事だ、というふうにお考え、ということです、ねうんうん。コミュニケーションに対してね。なるほどね、うん、コミュニケーションという。で、あの、日本人を、こう、長い間教えていらっしゃって。まあ、うん、っ日本人というのは、グラマーはよくわかる、スペディングは、まあ、まあ、きちっとしてる。うんうん、だけど、何か、こう、話せないし。発音が、まあ、一つだっていうところがあると思うんですね。と、うん、思います。と思います。<laughs> はい。それは、どっから来ていると。 長年教えられて思いますか？どどのどのところ？そのどうして発音が悪いんですか？日本人はそうですね。<laughs> まあまあそのさっきの話、うん、あのコンテストができてから、はい、やっぱり日本人が英語問題じゃない、うん、なんかことあの書きか書きことまあ発音が難しい発音が一番難しい,は難しい他は全部できる、はい、みんなちゃんと頑張れば、ねはいはい、何年経っても。うん ななんとかなる、はい、でもリスニング発音は何年経っても上手にならない,ならないですよね。昔の,あのなんか学校で習ったのは例えば10歳ぐらいから13歳ぐらいの間にうもう音が定着してしまってできるよ、ね、発音がもうこういう日本人の発音だと、うん、アメリカのようなまたはイギリスのような発音はできないというのはあれなんですけどでもそれをアメリカ英語に直しちゃうんですよ、うん、ね。うん アメリカ人が顔見えないとバレないぐらいバレないぐらい分かんないでそれっていうのはどのぐらいやるとそういうふうになるんでしょう時間まあそうですね例えばクラスを取るとか先生との特訓をするとか一まあベーシックはまあレベルシステムがあります平均の発音は日本人の発音はレベル8ですレベル 1から10ですねはい10が一番よくないですかねはい This is a pen っていうよよりよりもっと低いそれ This is a pen は BASIC ななるほど Good morning my name is Scott it's very hot today i t s very n i c それは b a s i c l e v e l e i k 目標は321ですね321それだったら1がもうネイティブに近いっていう感じですかそうですねネイティブですネイティブはい12もネイティブですなるほど すみません、あなたの名前は何ですかが理解できるけど、100%の理解できるけど、アメリカン日本人の日本人っぽい日本語じゃない。でもそれがそれだったらすごくいいですよ。みんなの問題は、うん、あの数字ないです。喋、うん、ってもだいたい60%しか理解できない。なるほど。うん、はい。でその8だったところを、うん、この上がっていくんですよね。うん、だから5とか3とか、うん、こういうふうにっていうのは どのぐらいま人によってなんですけど俳優女優の時にもう「ゴッドさん1か月しかない」「えでも週何回やります何時間やるそしたら何とかできるだけど普段は普通だったら週1回5か月ぐらいかかりますでも5か月かかると8から3ぐらいまでいけちゃうんですか 三と1も二と一も、大体一ですね。ネイティブまでになっちゃうんですか。ネイティブになるまでですね、はい、なんか間違ってない音はい。はい、でも、バレやすい時もあります。バレ,バレやすいこともある。日本人声。うん。まあ、完璧な英語かもしれないけど、はいまあ、日本人声。日本人の声っていうのがあるんですか。まあ。って <laughs> いうのは、はい、高い。 あるいは低くないしとか、はい、特に女性なんかちょっと高くなりますよね。うん、そうです、そうですね。でも、それを超えるためにもっとスムーズとか、はい、もっと息の仕方が変わったりして、声も変わったりして、はいはい、そうするとバレない。なるほど。息の仕方とか、声の工程ですかね。うん、これも関係があるということだそうです。うん あの先ほどちょっと申し上げるのを忘れてしまったんですけどスコット先生はそのロサンゼルスにいらっしゃるということで日本人の俳優さんとかそれから映画に出る方ですよねうそういう方があの随分トレーニングを受けていらっしゃるということでうそういう時はやっぱりロサンゼルスに行くんですかまああのロスとか,なんか 映画やってるところにロケーションにロケーションに行きます。そこまで行ってその俳優さんの特訓をするわけですか。まあまず最初にオンラインでズームでなんやミーティングしてそれからラブラップしてそれから映画がやるときにあのオンセットとかテツラウとあそういうところまで行かなくちゃいけないんですね。行かなきゃ。たまにはああの忙しいですね。そうですね。そう人はハワイに来てくれないんですよね。たまには来ますよ。来ますか。 んかね、この映画頑張ります、それるためにハワイに来て練習してオーディションを受けたら続きます。先に英語の特訓を受けてそしてオーディションまで行って英語が上手だと日本人の俳優さんでも。英語じゃなくて演技が上手だったら別にキャラクターを探してる。 この人この年このタイプオッケーよ良ければ、はい、あの選べますねあなるほどねいろいろありますだから、はい、日本人のあの俳優と女優が、はい、日系人と戦っています、ね、はいあ日系人と戦ってるんですか,ここか,か、ね、どっちでもいいから <laughs> なるほどねあの、うん、でも英語だったらやっぱり日系の方はねどうしたって英語がネイティブですからうんでも 同じレベルもできますから。あ、そうなんですね。それはコト先生のところに行くとできちゃう。Mm hmm. うだいたいまあ映画は映画できてから、mm hmm. あの ADR、mm hmm. After the movie we fix the hat、mm。Hmm. ああ。 強制するそうそうそう,そう、はい。じゃあこの少しお休みのあとですね、引き続きスコット先生に日本人の英語をどういうふうに直すと私のも含めましてあのネイティブに近くなるんでしょうかというあお話の方を続けてお聞きしたいと思います。We're going to take a little break here and I will be right back.Aloha, I'm Lauren Pear, a host here at ThinkTech Hawaii. A digital media company serving the people of Hawaii. We provide a video platform for citizen journalists to raise public awareness in Hawaii. We are a Hawaii nonprofit that depends on the generosity of its supporters to keep on going. We'd be grateful if you'd go to thinktechhawaii.com and make a donation to support us now. Thanks so much. <laughs> hi i'm rusty komori host of beyond the lines on think tech hawaii my show is based on my book also titled beyond the lines and it's about creating a superior culture of excellence leadership and finding greatness i interview guests who are successful in business sports and life which is sure to inspire you in finding your greatness join me every monday as we go beyond the lines at 11 a.m aloha す Think Tech a ハワイの日本語番組、こんにちはハワイ。今日は日本人のための発音矯正スペシャーリスト、スコット・ペリーさんこと、えー、スコット先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。はい それでハリウッドなんかの話が出たんですけれど映画とか、まあ、あの日本の方も見ているような、えー、日本人がは俳優として参加している方の発音も直しているわけですね。どんな映画とかって言ってくださって、うん、るんですか、まあ、<laughs> 聞いちゃっていいんでしょうか。<laughs> ある映画は今話せないまだ始まってないでも昔のは47ローニンとか47ローニンそうですねそれカスタが結構何十人がいああ日本人がいっぱい出てるってことですかはいはいそれからあのリオネっていうのそれ中村史郎がメインキャラクターはい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 は h はいははいは っていう映画ありましたねそれから「Pacific Rim」第1名それはリンコ・キクチがメインスターフォーズ・ねなるほどじゃあそれはロスまで行ってそれもやっぱり1か月とかでバーってやる何週間何週間あ であのそういう方はまあそのなんていうんですか、まあ、ビジネスのためとかで、うん、あの集中してやらなくちゃいけないと思うんですが普通の人ですよねビジネスマンとか、うん、学校の学生さんとかそういう方が、まあ、その先ほど5か月ぐらいかかるって言いましたけどそれをこう共生していく時のなんか大事なポイントっていうのは何なんでしょうの発音はフィジ c h チェンジですね。発音は 身体的な変化はいみんないろいろ勉強したらはい損が良くなるあるいはアメリカに住めばはい上達すると思いますけどそれ実は違います、はい、そうですそれはその通りですアメリカに住んでも上達しない人はいくらでもいますあなは上手ですよ含めていやいやいやそう <laughs> 大丈夫です <laughs> はいえー、じゃあ実際に何かが変わるんですかあの筋トレみたいにあの筋トレうんはい Muscle memory. You train your muscles. はい。あのそれぞれの英語の音が決まっている形があります。はい、顔、の口の口のとかこういう形ですか。はいはい。ベロの置き方、息の仕方、はい、プレッシャーとか、はい、あとリップのシェイプ、はいはい、全部関係あります。それあったなかったら、はい、無理です。なるほど。皆さん英語の発音は筋トレだそうです。どういうことなんですね。はい だから頭の中で考えていることではなくて、うん、唇だとか口の,その今下の部分とかす、ね、息の出し方って言いました、はい、それをやっぱり練習していく必要があるこのテクニックは昔からやったんですけど少しずつあの他の学校も、うんえー、やっぱりちょっと真似してる。 すこと先生、真似されちゃったんですか。そうですよね。真似をしてくれるということは。しないと無理ですからさ。だから、みんな頑張って、頑張っても。なんか、結果が出ない。みんな欲しかった結果が出ないから。なるほど。体が変わってないから。ああ、体が変わるっていうのは。その後。生徒さん、わかるんですか。わかります。喋ってから。教えてからね。ああ。どういう、そういう、なんていうんですか。こう、ターニングポイント。ってんですかね。 使い方あとのなんかの開くこととか鼻と口のレギュレーションね何パーセントが鼻何パーセントが口それから音と息の違い音と日本人は大体大体音が多い70%息よりアメリカ人が反対80%は息20%そうなんですかそうです アメリカ人は息してる息がだから英語が息ベース language 息をベースにした言葉で日本語は音ベースあ、うん、い・う・か・き・か・ち・つってうん、うん、英語は A ・ B ・ C もうエアーなるほどこういうなんか目から今はロ録がで音をしてしまったんですが、うん、日本語はそのメロディーのような感じ、ね、ということですね、うん、だけど英語を話す時はこう エアプレッシャーみたいな感じですか。もう一つ、だから、イギリスの人。喋ったら間違いない、イギリス人。だけど、歌を歌うと、完璧なアメリカン英語。アメリカ人が全然、アメリカ人が、わからない。ぐらい。イギリスの。声、歌の声は。Perfect American English。それができちゃうんですか。you can't sing in British English。 イギリス人でイギリスの人マスキングる方いらっしゃると思います。およっ歌えないそうです、ね。本当かな。<laughs> はい。ビートルズも完璧なアメリカン英語。はい、スパイスガールズも完璧なアメリカン英語。ああ<ー>。Uh, every イギリスグループ歌うとアメリカ英語で歌ってる。はい、頑張ってないで当たり前。自然に出てきてしまう自然に出てくる。るオーストラリアとかもそうですか。みんな。 イイ,インドとかもそうですタリアは違いますそ英語メインじゃないから、ね。じゃない人はね。なるほどですね大変面白いお話ですけれど、うん、あとですねそのもう何年も教えていらっしゃっていろんな学生さんいらっしゃると思うんですね。うん、でなんかこうできるタイプっていうんですかね早く上手になるタイプと、うんうん、なんかちょっと時間がかかっちゃうなみたいなタイプってありますかそうですね やばい。数ヶ月後、二ヶ月後、スピーチがあります。プレゼンテーションとか。その人たちよく来る。あとお医者さんなんかあのアメリカでプラクティスするためにあの英語が上手じゃないと困ります。はいはい。だからその人たちよく来ます。で、そういう人たちはどうですか。よくなりますか。よく来ます。上手になります。上手になります。ある人はまあ三回ぐらい来てないなんかテスト。はい。 で一緒にやったんで、はい、でありがとうございます来ました Thank you very much とか手紙くれた、はい、あもうオッケになりまあしました、まあ、うオッケーになりましたじゃあ,あんまり上手にならないまたは上手になるのが遅い遅い,い人っていう人はどういう人なんですかうんまあいろいろありますなんか、はい、そんなにモチベーションがないあ,あるいは趣味がないね,いねそうそうあのあるいはあの勉強時間がない やりたいいんだけど忙しくてできなちゃんとプログラムにやったら大体5か月ぐらい4か月ぐらいがかやっぱり動機がないとダメだし練習をしないとダメだとそれは筋トレと同じだからですねやっぱりやんないと駄で、じゃあ学校に行ってやりますよねスコット先生のところにお家に帰ってきて何かやる練習っていうのはあんですか発声練習とかあります例えば 例えば、うんあの、ウィスパーで喋る。ウィスパー。つまり、ひそひそ声で喋るということですそうです。はい。それで、肺が強くなる。プッシングでお角膜で、メイク sure v o i c e こうひそひそ声で、でもおっきく喋ると、肺が強くなる。うん、そうですね。なんか水泳の練習してるみたいですけど。ね、ウィスパー、それは一つ。もう一つは、あ、はい、できないかもしれないけど、この、このペン。はい。

背がないですね。こうやってはしますし、でワキビル上がらないと、はい、周波数がちゃんと高い周波数が出られない。はあ<ー>。だからワキビルアップの運動があります。うん、これです皆さん。手をですね。何分ぐらいやってるんですか。三分。今今無理なんで。いいんだと思います。一分なんか三十秒一分一分半でしていく。落ちさないんです。だってまた戻る。 ああ、そうすると上唇の上唇がこのはいこのマスが強くなる。はあ、<But S 2> 筋トレです。はい。Thank you very much. This is very fun. Nice to meet you. I'm very happy to see you. から上唇をアップすると、You look better. あと耳が不自由な人が口を、はい、<reading S 2> やりますよね。ねはいはいはい。They're watching your lips. うんだからもうちょっとしゃべんじゃなくて、うん、もっとこうオーバーに話すっていう感じですか。そうそうそうちゃんとテレビ出たい。 たかったら、はい、トレーニングが必要ですね。なるほど。マウスムーブメント。そう、ミニピポキャンティ。うん。では、so、例えば、まあ、今日お伺いしたのは、えー。ひそひそ声で話す練習。それから、上唇のところにのせて、えー。筋トレをするということを学びました。英語の発音が慣れ。上手になりたい方は、それをしてみてください。あと、ちょっと私興味があるんですけれど、スコット先生、なんか。こういう学生は、まあ、ちょっと言えないかもしれません。けど 好きな感じの学生だなみたいのありますか。うん。好きな学生。うん。勉強する時間がある。勉強する時間がある。あとやる気満々やる気まんとあのハイレベルになりたい。はい。自分で高いレベルを目指している。はい。そういうことですね。そういうモチベーションがある、やる気がガンガンある、時間があるという方はですね。I have to. have to. Have to. <laughs> なないやる人だめっていう人ですね。スコット先生の方にご連絡をいただきたいんですが、スコット先生、じゃあちょっとあの学校の、またはどういうふうにやったらスコット先生にコンタクトが取れるか、初めての方もいると思うので、少しお話しいただいてよろしいですか、はい、so, あの私のウェブサイトはスコットペリィアカデミー .com で、あるいは Google であのスコットペリーカタカナで Google したら、えー、すぐいろいろ ネクションがありますから、もうスコットペリーカリメが一番いいです。ありました、ありがとうございます。あとなんかハワイでも特訓のツアーがあるみたいなことをツアーっていうかこう学校に来てハワイでやるっていうこともできるということを。ブートキャンプっていうの。ブートキャンプだそうです。うんうん、はいはいということで今日は、えー、大変ためになるお話をお伺いしました、えー。そろそろお時間が来たようです。コット先生今日は本当にどうもありがとうございました。皆さん頑張りましょう。はい、英語を勉強したい人はこれですよこれ。 Hi, <laughs> we are out of time, Perry Scott. Thank you so much, and uh, we are going to continue our Japanese program soon. And thank you for watching Sintek Hawaii. I'm Yukari Kunise. See you next time.